ケンザ・ファラーは、フランス系アルジェリア人女性シンガー・ソングライター、ラッパー、R&B シンガー。1986年7月8日に、アルジェリアのベジャヤで6人の兄弟のいる家庭に生まれ、その後フランスのマルセイユの流国で育った。14歳の時から近所でショーを始め、参加した歌唱コンテストで優勝も経験する。いくつかのコンテストへの参加が続いた後、 スタジオでの録音することを許可したプロデューサーと出会い、彼女がデビュー後に発表する曲となる、モンアンジュ、トレゾール、イルマトラヒエなどをレコーディングした。独立系レコードレーベルカリスマ特のプロデューサー、アブドゥル・リーに見出され、2006年から2007年にかけて、彼女のアルバムをプロデュースした。フランスにおいて2007年のデビューアルバム、オーセンティック、2008年のアルバム、 アベックルカーがスマッシュヒットした。初期の頃はラップの曲が多く見られたものの4枚目アルバム4ラブ以降は R&B 系の曲が多くなりラップの曲は鳴りを潜めた。アルバムにおいてセフィー、ルラットルチアーノ、イディル、ビッグアリ、サイオンデラライム、ニーナスカイ、オリシャス、ビジーシグナル、アロンゾ、メリッサイム、ケライン、 ナビラなどの多くのフランス人アーティストとコラボレーションをしているアルバムありがとうございます。